農業や商業、工業などの業務に励み、模範となる技術や功績を持つ人に授与される王珠宝賞には3人、教育、医療、社会福祉などの分野で貢献した人に贈られる、蘭珠宝賞に7人が選ばれました王珠宝賞を受賞する、渡来郡渡来町の兵庫氏、藤原式さん56歳。 難しい作業も丁寧に仕上げる藤原さんのもとには掛け軸や屏風の仕立てと修復の依頼が三重県の南西地区を中心に遠方からも数多く集まります卓越した技能を持つ人を表彰する現代の名工にも選ばれたほか作品展などでも全国で高い評価を受けていますやっぱりあのお客様からお預かりするものですので あのすごく、あのもうそれはもう一点ものであの、とても大事なものですので、大切にえ仕事の方をさせていただてます去年から三重県兵具内装組合連合会の会長を務める藤原さんは、ここ数年で急激に減少している兵具市の後継者育成にも力を尽くしています。 私も京都のほうで仕事の方を覚えさせていただきましたもんで、その技術をできるだけ残していって、できるだけ長くお仕事の方を続けていきたいと思っています。また、畳や床の間がある住宅が減る中でも、和の文化は途絶えることなく必要だと信じて、技を継承していきます。まままだまだ私、目標にさされている方たくさんおりますので、 少しでもその方々に近づけるようにこれからも精進していきたいと思っています。